畑にはいろんな虫がいるよね。益虫害虫って、益虫は害虫を食べてくれる虫で、害虫ってのは我々の作ってる野菜を食べる虫のことで、だけどもそこにはもう一つのグループがあって、それをね我々はただの虫っていうふうに呼ぶんだよね。でこのただの虫っていうのは、なんて言うんだろう、我々の作る野菜を食べもしない、要するに害虫でもないと、その害虫を食べる益虫でもない、本当にそこに存在してて我々に害をなすわけでもない、野菜に害をなすわけでもない、とにかくそこにいるだけのただの虫、文字通り本当にただの虫なのね。ちょっと失礼だけどもね、彼らにとって液もなさない、害もなさない、普通の虫、ただの虫っていう概念なんだけど、これがすごく重要 でなぜ重要かっていうと、我々栽培者にとっては液中って畑にいてほしいわけよね。だけどもその液中だけじゃなくて、どんな生き物であってもその環境フィールドにいるためには、居座るためには、周りから来るためには、そこに食べ物、食料がないと集まらないし、で食べ物がなくなるとまた違うところに行ってしまうのね。このフィールド、自分の畑の中にどれだけその狙ってる液中だね、液中の狙ってる液中のご飯があるか、獲物がいるか、そういう生態系ができてるかっていうことが大事で、その液中のご飯としてただの虫っていうのが畑にたくさんいないと液中は来ないし住み着いてくれないと。だからそういう風なね、虫をごめんね、虫をその場で、いっぱいいる環境を作ってあげる。そのためにある場所には草むらを作って、そこで益虫でも害虫でもただの虫でもそこで繁殖させて、でそれを餌に呼び寄せた益虫をそこでまた増えて、うちの畑の方に、我々の畑の方に、来てもらおうっていう、そういう作戦を使うために、ただの虫を利用するっていう、これが大事なのね。虫は全部虫、害虫だって言って殺虫剤を撒いて殺すんじゃなくて、害なすものも益なすものもどそんでもない、ただの虫でも全部含めてこの畑の環境を作って、それのおかげで益虫がいて害虫が抑えられると、被害が全くなくなるっていうわけではないんだけれども、それでもある一定程度まで落とすことができるのね。繰り返すと、とりあえず益虫に来てほしいわけだ。でその益虫にとって魅力的な畑っていうのはご飯がいっぱいある畑、ね、彼ら益虫は肉食の虫だから、虫がいないと来ないのね。葉っぱがあって来るのは害虫だけなんで、もしくはただの虫だけなんで、まずは草を生やして益虫なり、ただの虫なり害虫を増やします。そうすると益虫がここに目をつけて、カマキリ、トンボ、まあカエルは虫じゃないけどカエルもね、とかいろいろそういうのが集まってきて、でそうしてやってきて食べて、あここはいいところだなと、ここで繁殖繁栄しようかなと、そこで住み着いてくれると、そこで卵を産んでくれると、うちの前の動画にしたカマキリの動画みたいにね、卵を産んでくれてそこに居ついてくれると、そうなってくれば害虫もあまりいっぱい増えてバルサするってことができなくなって、要は三すくみっていうか、まあ三すくみっても三つかわかんないけど、とりあえず睨み合いが起きるのね。害虫と益虫のバランスが保たれてくると、そこまで害虫の被害が出ないと。でそういう環境を作るのがやっぱ自然農法、有機栽培、自然栽培っていうものになるんで、まあ、そういうところをね楽しんでもらいたいなと。一番のお手本になるのは、何回も喋ってるけれども山の環境、いろんな植物があって、いろんな生き物がいて、で下の方には、その去年の葉っぱだったり草だったりが積もってる状態、そういう環境になると生き物が増えて益虫も増えていくんで、そういう環境を目指してください。で今回はただの虫ね、そのただの虫を増やして益虫が居座りやすい、益虫のご飯をいっぱい用意してあげて、益虫の住みよい環境を作って害虫を減らしていきましょうっていう、そういうお話でした。ここまで行くのにはだいたい頑張って3年
ぐらい、3年から5年はかかるんで、まあ、これは根気がいります。だから本当に薬をまいてしまえばただの虫はいなくなるし、害虫もいなくなるんだけども、おかげで益虫もいなくなってしまうんで、どこまで我慢できるかということだよね。もしくは畑の中には薬まくけど近くの草むらにはまかない、そこに逃げといてもらうとか、そういうね、住み分けをするっていうことも大事になってくるんじゃないかなと。まあ一番は農薬まかないのがこの環境を作るっていうことにおいては一番いいんだけども、そうもいかない人もいると思うんで、そういう時はちゃんと住み分けをしてあげる、逃げ場を作ってあげるという方法を取ってあげることが、まあ、OK な、グッドな、やり方かなと思います。こういう環境を作ってあげるっていう意識を持って、家庭菜園をやってみてほしいなっていうふうに思っていますんで、皆さんの畑がより良い環境、自然に近い環境になることを願っているんで、頑張ってください。